と英雄伝説ゼロの奇跡実況プレパート18やっていきたいと思いますと、ハロルドさんに送ってもらって一旦村に、村じゃねえ、クロスベルシュの方に帰ってまいりました。次目的地としては南口の方から出て医科大学の方に向かおうっていう話になっていたんですけれども、前回アルモリカ村の方でですね、釣り竿を手に入れて、長考手段のその、なんだろう、段位ランクを上げていこうみたいなちょっとサブイベントが発生しているので、その辺見つつ、このクロスベルシュでね、何かしら変化があれば、消化していこうかなというふうに思います。で、まあ、釣りっていうことなんで、まあ、多分十中八九こういうところで、釣り場が1個ぐらいあるんじゃねえのっていう感じなんだけど、どうかな？ほら、あった。ここなら釣れそうだな。じゃあトライだ。いくらはこの釣り竿にはつけられないってことか。あ、逃げられる。それなかなか手強いぞ。よし、ま、こんなもんかな。うなぎやん。蒲焼きにでもするか。逃げるやついる。なんだこいつ。イールくせえ。まずまずかな。これイールじゃないのが多分逃げるんだよね。まあ、相当早かったぞ。いるかい。大物だ。それ。なんか他にも一緒なんだけどな。まずまずかな。あれ？ここでも出んのかい。それ。よし、ゲットだ。それ。ミミズがもうないよ。ま、こんなもんかな。ブナは結構いろんなやつで釣れるんだな。いや、あのさっきから逃げてたのイールなのかな。まずまずかな。ブーナーだ。ラストミミズ。それ。ま、イールだ。これだけか。よし、ゲットだ。いまいち腑に落ちないな。まあでもとりあえずこれで4種類釣ったんで、はい、麦わら帽子。餌とか売ってない？どっかで餌とか売ってないかな？ああ、なるほど。はっ。いいね。
売ってねえか。こういえば。スピード。なんで麦わら帽子かぶってスピード上がんねえ。まあ、ここで。なんか結構持ってた。主人公だからな。バグあげちゃおう。毒素絞りないんかな。いろいろつけれるぞなんかロイド一番先に全回復したのなんかちょっと間違ってる気するな。魔法系のキャラの有用性知ってんだったら普通はさ、ねえ、エリーとかティオとか先にあげるだろ。そしたら、あ、そうか、これつけばいいんだ。一時歩かんでも。ここでやった方が高いんだよね。この半端分ちょっとやっちゃおうか。端数をね切っていく。よし。なんだっけ。ああ、ヘイユエとはまだ関わらないでおこう。いろいろ厄介そうだ。これ無理に買わなくてもいい気がするんだよな。待てよ。もうつけてるからか。ってなると、よし。ロイド忙しい。あ、そっか、まだ待て、依頼がちゃんと片付いてねえやつあるんだ。釣り道具ってねえなあ。あー、そうだ、違う、気になる。え、なんかここら辺もなんかあるんだけど。なんかここら辺もなんかあるんだけど。どういうこと？あ。
から取りに来るんだ。まだ取れんのかな。旧市街。なんもねえな。バッチリ金まで取り上がる。あ、そうだ。いか。なるほど。ああなるほどね。飼い主を探したのね。なるほど。はいはいはい。まずは、おっしゃ、任せてくれ。イリさん。怪しいぞ今反応が。ああなるほど。あ、そういうことな。ああ。なるほどね。なるほど。丸く収まったか。あれ、これはコラには報告には行かなくていいの？
一応声かけてみる？うん。まあまあ、会いに行ってやんな。これはいつ取りに入るんだ？どっかから入ってくんだよね、これね。まあ、いずれだな。あ、なるほど。休憩。はいはいはい。あとは。はいはい。ここで寝る気や。え、まさか。体ベッドでも寝れる。無秩序。皆さん、それは、大変でしたね。報告では。大変でしたね。がちょっと他人事に聞こえる。パッティ。そしたら一通りは見れたかな。じゃあ入るか。南口です。バスティ、次の発車時刻待っていれば。ウルスラ病院か。行くのは久しぶりだわ。ああ、俺もそうだよ。本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど、毎日忙しかったからな。あら、病院に行くってどこか具合でも悪いのか。いや、知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど、お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか。いや、看護師をしてる人だよ。若手のまとめ役みたいで、毎日とんでもなく忙しいみたいだ。看護師ってことはあれか、もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん。ええ、まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。そのお姉さんいくつ。おい、俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で、姉さんみたいな人だったんだ。美人？うん、綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服と着たか。ストライクの真ん中！よし、みなぎってきたぜ！いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブダチと巡り合うことができて。ごめん、ちょっとラッピーキモい。紹介よろしくね。あのな、はあ、男子っていうのはこれだから。ちょ、そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの？さっきから考え事をしてるみたいだけど。ルー。あ、いえ、少々病院とかは苦手で、消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。そっか。大丈夫か？なんだったらティオは。問題ありません。ちょっと苦手というだけで、嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。まあ多少因縁みたいのがあるのかな。危ない危ない、少し気をつけなくちゃな。それに時代踏みそうだな。私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。お、どうしてそれを。ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おお、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。あくまで捜査優先だからな。ふふふ。で？来ないわね。30分経過です。おいおいロイド、10分後に来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても。しかし妙だな、さすがに遅すぎる気が。なんかトラブったか。やっぱり来てないよな。やっぱり。
困ったな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。あの、どうかしたんですか。ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。お、いや、何かトラブルが起こったみたいでして、一度バスの運転手から通信があったんですけど、途中でプツリと切れてしまって応答がなくなってしまったんです。なんか良くないな。それってトラブルの匂いがしますね。ところで兄さんどこの人なんだ。あ、僕はクロスベル市交通課の者です。一応自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど。役所の方ですね。警備隊に連絡するのもなんだし、やっぱりギルドに頼るしかないかな。バカしとけ。みんな、いいか。ええ、分かってる。仕方ないですね。ま、これも巡り合わせだろう。株、あげとけ。その役目、自分たちに任せてくれませんか。え、君たちは。クロスベル警察、特務支援課の者です。これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。え、君たち警察の人。そっか、雑誌で読んだことが。有名じゃない。警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。その厳密には同じではないんですけど、バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。そうか、それならよろしく頼むよ。なんだったら遊撃士の応援でも頼んでおくかい。いや多分大丈夫だと思います。みんな行こう。ええ、おや、了解です。よしよし、こっちが空港か。待って、そしたらば、まあ見てみましょうか。魔獣とかもいるから。知らない手だ。全然違うのと接触してしまった。とりあえずアナライズしていきましょう。情報を入手しました。異属性、地属性。はい、任せてくれ。属性が合わないな。そこ任せろ。マジ。ストレ。行きます。分析をチェックと。入手しました。あ、ミミズ持ってんじゃんこいつ。よし。はあ。行くぜ。私の番ね。あ、そっか、厄介。どっちも聞きづらいな。エニグマ駆動。あ、ナモシネリか。行きます。エニグマ駆動。ストレ。任せろ。行くぞ。それ、さてと。微妙に手間取ってんな。助かりました。はい、ドライブ開始。よし。あ、やけど死んだ。私の番ね。そこ、よっしゃ。よし、ちょろいぜ。くそー、敵出現。めんどくさいです。分析を開始します。入手しました。こっちは風通るぞ。まあとりあえずラバから。あれ風だっけ。風だ。よっしゃ。まずい。私の番です。
エニグマくだ、それありがとう。任せてくれ。さてさてと、エニグマくだ、行くぜ。行きます。ドライブ開始。もうちょい行くぞ。セタ、それ、はい、任せろ。減らせ減らせ、そこです。任せてくれ。やや、私の場合、はい、OK、 先を急ぎましょう。おー、いいね。あ、ちょっとこの辺の敵倒していこう。釣り素材とか手に入んじゃん。釣り素材、釣り餌、後ろ向け、ほいー。あ、なんかまた新しいのいる。行きます。分析を開始します。入手しました。任せてくれ。有利取った割にはそんなにいい結果になってねえな。さてと、行くぜ。後ろから行かなかったのかな。はい、エニグマ駆動。こっち風か。おかしよ。行くぞ。私の番ね。任せろ。やあ、はい、たよし。俺の番だな。あ、どうしてる。さてと、よかった。どいつ、ケツ向けろ。しまった。さあ、行きます。当てれてなかった。分析を開始します。入手しました。ミニナガモンチ。よし、エニグマ俺の番だな。回復したい。エニグマ、くやっ、助かりました。お返しよ。やすて、魔法は普通に入るかな。俺の番だな。やっ、よっしゃ、殴っても分かんねえ。ナイス、よし、私の番。殴れ殴れ。さあ、先を急ぎましょう。後ろ向け。ナイス。よし、行きます。一気に行くぞ。ただな、ドライブ開始。よし、エニグマ、駆動。エニグマ、任せろ。エニグマ、駆動。やっ、やっ、任せて。やっぱそうか。あ、私のアンステージョン、やっぱ殴った方がまだ出ますね。エニグマ、俺の番だな。えはっ、やっ、よっしゃ、はっ、それ、私の番ね。 EP もったいね。はい、私の番です。ドライブ開始。任せてくれ。やあ、よっしゃ。さてと、これなかなかいいレベル上げになるな。私の番です。エニグマ駆動。ありがとう。俺の番だな。あ、それ、任せろ。結構消耗しちゃったんだから、すでに俺の番だな。
行くぜ。はっ。さてと、そこ。さあ、先を急ぎましょう。よし、一気に行くぞ。アゲさん、チャンスです。皆さん、お願いします。任せてくれ。やっと。オッケー。よし、もう大丈夫だ。マップ、あれ、こっちで見てたっけ。はい、あ、見たやつだ。弱点属性つけないので、だへい、俺の番だ。せっかくクリティカルらしい。私の番ね。殴っとこう。俺の番、俺の番だ。そう、はい、ドライブ開始。任せろ。あ、EP 回復しろ。あ、レベル上がったからか。行くぞ。やべや。さてと、エニグマ駆動。そこ。よっしゃ。OK。ちょろいぜ。お。そい。みんな。いい、ちょっと釣り餌集めてこう。みなさん。お願いします。任せてくれ。やっと。私の番。はい、なんとかなったわね。なるほどね、まあ、レベル上げながらやればとりあえずある程度ね、 HP とか減ってもどうにかなる感じか。練り団子、それどうだ。ま、こんなもんかな。ミミズだと？それ。まずまずかな。カワクなんかなこいつ。どっちでも出るって。あ、で待て、今なんか魚がもう餌にできた。よし、ゲットだ。パルプばっかだな。それ。よし、パルプばっかだ。めっか。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。じゃあね、とりあえずこんな感じで、まあ、進みつつ、魔獣倒して餌集めつつっていう感じでね、やっていけば、まあ、次第にレベルも上がっていくと思いますしね。まあ、多分どっかしらで、そのバスがトラブってるっていうのも、まあ、多分、魔獣関係なのか、何かなのかな？はい。まあ、それにね、きっちり対処できるように、少しずつね、強くなりながら、進めていけたらなというふうに思います。では、英雄伝説ゼロの奇跡実況プレイのパート18、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。